トリーネ・レインは、ノルウェーの女性歌手。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ生まれ。ノルウェー出身。現在は、ノルウェーの冒険家、ラーシュ・モンセンと結婚して、ノルウェーで音楽活動を続けている。1970年11月7日、アメリカ・サンフランシスコで生まれる。翌年、ノルウェーへ移住し、15歳の時にバンド。 ザ・サウンド・オブ・サイレンスでコンテストを準優勝する。高校卒業後、スタジオミュージシャンとして活動し多くのラジオ CM に出演。その傍らバンド活動を行い、1989年にサターン、1991年からは WIP に参加。そして19、1992、e、年 EMI に見出されてソロシンガーとして契約する。 翌1993年にファーストアルバム、ファインダーズ・キーパーズをリリースして、ソロデビュー。ノルウェーで5週連続で、チャート1位を記録し、人口400万人のノルウェーで20万枚のセールス。同年、ファーストシングル、ジャスト・ミス・ド・ザ・トレインもリリース。1994年2月に、ノルウェー・リレハンメルで開催された、リレハンメルオリンピックを機に、海外でも注目を集める。 特に日本で人気となり、16のラジオ局でファインダーズ・キーパーズがチャート1位を記録。売り上げ60万枚の3分の2に当たる40万枚を日本で売り上げる。1996年にリリースされたセカンドアルバムビニース・マイ・スキンはノルウェー、日本、デンマークで30万枚以上のセールスを記録。ノルウェーでチャート1位となる。日本でも18万枚をセールス。 同年、来日コンサートを行う。1998年にサードアルバムを、2ファインドザ・トゥルースをリリース。10万枚のセールスを記録するが、有名人としての生活に迫役し始めていた彼女は、活動を停止し、2000年にアメリカのサンフランシスコとロサンゼルスに移住。奇妙な仕事を経験しようと考え、数年間リムジンのドライバーなどいくつかの仕事を経験する。 2004年、ベスト版、ザベリーベストオブトリーネ・レイをリリース。ノルウェーに戻り、音楽業界に復帰する。2006年に、ヨーロッパの音楽コンテスト、ユーロビジョンソングコンテストのノルウェー予選にあたる、メロディーグランプリに参加。決勝へ進出するも、ユーロビジョンソングコンテストへの出場はならなかった。2010年5月24日、12年ぶりとなる、シングル、 アイファウンドラブを iTunes 限定で発売。同年9月20日には、同じく12年ぶりのオリジナルアルバム、シーズオブジョイをリリースし、活動を再開した。2011年3月26日、東北大震災直後に、ノルウェーの音楽家たちへ呼びかけて3、26日には、復興支援、チャリティコンサート、ギフトツージャパンザースイズトレンバリングを開催し、 在ノルウェー領事館を通じて震災復興支援寄付をしている。ありがとうございます。